年末年始の立ち回り方。パチンコの日本一に勝ち世界一進化した私方がパチンコ楽しくなくなく時代を変えていく方法、初心者中級者に向けてお伝えするチャンネルです。はい、どうも皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは。はい、今日はね、年末年始の立ち回り方というお話をしたいと思います。はい、僕ね、いつもね、結構ね、台本を作ってね、まあ、一字一句間違わずにではないですけど、まあ、それに沿ってね、結構やるんですよね。はい、結構しっかり固めて自分の中ではね、はい、今日はただね、ちょっとね、フリーで話してみたいと思いますので、まあ、普段と比べてフリーの方が意外といいっていうところもありますからね、まあ、なんか漫才とかでも、はい、フリーの方がいいのか、それともちゃんとしっかり固めて話した方がいいのか、ちょっとどっちの方がいいのかって、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しく思います。はい、今日のテーマは年末年始の立ち回り方ね。はい、年末年始皆さんどう立ち回りますか？はい、あのね、まあ年末年始に限らずなんですけど、パチンコ業界にはね、回収時期っていうのがあるんですよね。はい、わかりますか？三大回収時期。行きましょうか。回収時期とは、回収時期とは、はい、ね、まずね、年末年始ですね、そしてゴールデンウィーク、そしてお盆と、はい、この3つなんですけど、これはパチプロの人にとっては、まあ、結構ね、休みにする人が多いです。はい、もう回収モードなんでね、はい、ただ今年は皆さん行きましょう、パチンコ打ちに行きましょう。はい、なんでかと言いますと、もうこの時点でお気づきの方はいらっしゃるかもしれないですけど、はい、なんで回収時期かちょっと考えていただきたいんですけど、はい、お客さんがね、やっぱりね、お店に行くんですよね、たくさんいる。だからお店からすればもう黙っててもお客さん来るので、回収したいんですね、その間にね。はい、なので、回収時期と言われてるんですよね。はい、わかりましたかね。もう、はい、お客さんがたくさんいるんですよ。はい、なのでどういう立ち回りができるかというとですよ、はい、そうです、 U タイムを狙えるんですよ。普段もパチンコ知らないね、知識のない方とかが、お店に行ったりとかして、あ、で稼働率も高いということで、 U タイムを拾える可能性が多いです。はい、なのでね、普段あんまりお客さんがいないような店、もう稼働高すぎてね、9割10万とかになると逆に立ち回りづらいですけど、まあ普段あんまりいなくて、でお客さんが入ってるお店行きましょう。はい、まあ5割ぐらいがベストですかね。はい、のお店に行って、まあ U タイム狙いね、基本的には U タイム狙い、まあ潜伏確変とか、あとまあ右打ちランプとかもいいと思いますけど、非常に安いと思いますけど、今やっぱり U タイムがもう主流になってきてるんでね、はい、もう3分の1ぐらいありますよね、パチンコ屋にね。はい、なので、まあ U タイムをやっていこうということです、結論ね。はい、であとはまあ気をつけることを話していきましょうかね。はい、やっぱりね、釘はやっぱり渋いですよ。うん、釘が渋い。だから、まあ、釘しっかり見て、U タイム、まあ、今回、まあ、あるんじゃないかなっていうのをね、はい、見極めてやっていくことが大事です。はい、よろしいでしょうか。はい、あと、まあ、僕がいるね、福岡はなんですけど、結構ね、グランドオープンのお店が多いんですよ、年末年始に。これ何なんですかね、全国的にはなんかそんなことないと思うんですけどね、福岡だけかもしれないですけど、なんで結構グランドオープンを狙った立ち回りっていうのも、はい、僕は今できてます。はい、そんな感じですね。はい、まあ簡単な結論ですよ今日は。はい、年末年始、まあ、パチンコは、まあ、釘は渋いけれど、その代わりお客さんが多いので U タイムなど狙えると、はい、そういうふうに思っていただければいいと思います。はい、以上です。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけでね、言い忘れたことが出ました。あのね、普段から、まあ、万年釘のお店を狙っていきましょうっていうのを言い忘れましたね。はい、まあなるべくね、開け閉めしっかりしてるお店で、しっかり開いてるお店を見極めていくのが普段はいいんですけど、年末年始は
逆にあんまり開け閉めしないで普段から、同じような釘で調整してるお店に行くことが多いですね。はい、僕は、はい、それをいいが済ました。今までもしかして皆さんが保険代として取ってるようなお店があったら、そういうお店に行くのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということです。以上です。